UAE にあるミコト語の標識、下が、ウルドゥ文字。上のアラビア文字と字体が異なるのがわかる。ウルドゥ文字とは、ウルドゥ語を表記する表記体系であり、アラビア文字から発展したペルシア文字を基本とした38文字からなるアブジャドである。右から左へ書かれる。南アジアは、10世紀末のガズナーサによる侵攻に、始まり、デリー・スルタン朝時代に、 イスラーム勢力の配下に置かれた。特に、ムガル帝国では大々的に、ペルシア語文化が持ち込まれた。1648年に、ムガル帝国の首都は、デリーに移り、デリー方言を基本にして、ペルシア語の影響下に、ウルドゥー語が成立した。このため、ウルドゥー文字もペルシア文字を元にしているが、ウルドゥー語の音音韻体系に合わせ、いくつか字母、記号が追加されている。また、 基本書体もペルシアで発展したナス。現在のペルシア語はナスフカラダで印刷されることも多いが、ウルデュー語では今でもナスターリークカラダを主に使用する。以下に38字母とその名称を記す。文字名称のボリーは大きい、シーチョティは小さいという意味。33番目と38番目の文字はそれぞれ5末でのみ32番目。 37番目の文字と区別される。ソリュジタ音を表すために以下の3文字が追加されている。35番目のは字型がペルシア文字のものと異なっている。36番目の同キャスミーヘイド同キャスミーはメガネを意味するはチンジと組み合わせて大気音を表すために使用する。単独の字型はペルシア文字のの当字型に似ており、つなげて書いた際も、 当時型と中時型は同じ形だが、おざ型は、の場合と違って、中時型と同じ形になる。33番目の、ヌーンイーガンマウンナ、点のないは、ボインを表すためにあるが、小松以外では、通常のを使用する。38番目のは、小松のインイーを表すが、小松以外では、通常のを使用する。現代ペルシア語では、とが同音になっているが、 ウルドゥ語では両者を区別する。ただし実際には和形に交流していることが多い。ヒンディー語とウルドゥ語は日常語レベルでは同一言語と言って良いが、ヒンディー語は左横書きのデーバナーガリーで書かれる。デーバナーガリーはアブギダであるため、母音の表記方法は全く異なる。ウルドゥ文字で表されるシーンのうち、QXFZ は借用語にのみ現れる。デーバナーガリーの場合、 これらの音を表すには、それぞれ KKHGPHJ に点を加えた、を使うが、実際には点を打たず、KKHGPHJ と綴りの上でも音の上でも区別しないことが多い。デーバナーガリーにある、ビヨンアザワウルドゥ文字には存在せず、すべて、と書く。サンスクリットからの借用語に現れるはそれぞれ、と区別せずに書く。例。デーバナーガリーの綴りも、 元のサンスクリットの音の区別を保存しているだけで、発音上は区別されない。ハムザは母音が2つ続くときに、後ろの母音字の上に置かれる。イザーファトを表すときに、読まないで終わる語にはハムザを加える。また、アリフで終わる語にはハムザ付きのを加える。死ンで終わる語では、ジーヤーでイザーファトを表すことがある。死ンの後ろに母音が続かないことを示すジャスムは、 ペルシア文字のものと形が異なる。母音記号やジャスムが付けられることは、辞書の中などを除くと、ほとんどない。タンビンは、アラビア語由来の副詞に付けられる。ウルドゥ語には、A、I、U えい、あい、うう、ゆと、R, e, I, U, U, A、E、I、U、U、A、E、I、O、O、A、U の7つの長母音がある。五頭の短い母音は、で表す。頭の長母音は、 を表す。古等以外では、短い母音は表記されず、長い母音は、と表記する。左から右へ書くインド数字を使用するが、アラビア語で使うものとは字型が異なり、ペルシア語で使うものとも少し異なる。アラビア語やペルシア語からの借用語は、基本的に元の綴りのまま表記されるため、表記と実際の発音の間に、ずれが起きる場合がある。用語にのみ現れる、音のうち、 Q は K は Z として発音されることが多い。は、通常発音されないが、母音の後にが置かれると代わりに母音が長くなる。Windows のウルデュー語キーボード。ありがとうございます。